広島ゼロの三半身、二日、松田スタジアム、広島が延長戦の末に敗れて二連敗、0対0の10回に四丁単打を集中されて失策も絡み、一挙三点を奪われた。写真、試合前の笑顔はどこへ、完全に笑みが消え失せた荒井監督。二回、先頭の小園が放ったボテボテの打球は投手前へ。これを阪神、佐伯が一塁へ悪送球。 小園は三塁まで進塁し、無3三塁の後期を迎えた。しかし、後続が続かずこの回無得点。その後も、抑え込まれ、5回まで無安打に封じられる。6回に先頭の相沢がチーム初安打となる右前打を放つなど、2死1、二塁としたが、上本は三五郎に打ち取られ、場内はため息に包まれた。先発の森下は会長2回を重ねた。 5回には NPB 史上20人目の3者連続3球三振でイニングを完結させる通称、イマキュレートイニングを達成。結局、8回まで投げ、125球の熱投。4安打無失点、今季最多の急奪三振を奪い、マツダスタジアムでの無失点イニングを36まで伸ばし、本拠地無双を継続した。